ロマンシングサガミンストレルソングのリマスターが任天堂スイッチに登場。選べる8人の主人公、誰を選びどう行動するかはあなた次第。インターフェースの再構築や倍速機能で快適なゲームプレイが可能。高難度のボスが十数体追加されるなど、さまざまな新要素を収録。そして本作の配信日が12月1日に決定。このダイレクト終了後、予約受付を開始。